アメリカのディスカウントストアにやってきました。その名もベストバイと、もうそのまんまという感じですが、一体コンピューターゲームいくらぐらいするものなのか早速チェックしてみましょう。こちら家庭用ゲームソフトの売り場になるんですが、まあアメリカにもたくさんのソフトがね並んでますね。この辺プレイステーションです。$24.99ぐらいのものから$54.99、そのぐらいの値段が一番高いですかね。こちらスーパーニンテンドーで出てますけれども、これはまあ日本でいうスーパーファミコンのことですね。このアメフトのソフトなどは$19.99、まあ$59.99ぐらいが一番高いぐらいですね。日本と比べますと少し安いといった印象があります。そして注目なのがこちらです。ご覧ください。もうこれだけディスカウントストアにこのパソコン用のソフトとゲーム類が並んでいるのはちょっと日本では見かけられない光景ですよね。ファミリー用ゲームソフト売り場よりもうんと広い量のスペースをね使ってるわけなんですね。まあ、こういったところから見てもアメリカのパソコンの普及の凄さというのがわかりますね。パソコンゲーム用のジョイスティックの売り場も充実。通常のコントローラーでは飽き足らないというユーザーのためにご覧の品揃え。ご覧のようにこんな足を使ったものなんていうのもあるんですね。まあいろいろ形なんかもいろんなものがあります。UCLA にやってきました。また一体なんでこんなとこにやってきたかと言いますと、実はこの中にゲームセンターがあるんです。その名も UCLA ゲームルームと。こんなものがあるとは思いませんでしたけど、こちらの大学の学生さんがこのようにゲームに熱中してるわけですね。まあ、大体見たとこによりますと日本のメーカーのゲームがほとんどなんですね。僕は週に 2,3 回ぐらいだけど、毎日やってきては何時間も続けるやつもいるよ。こういう格闘ゲームが大好きなんだ。うちにも棚いっぱいゲームを持ってるよ。アメリカでも格闘ゲームは大人気。ここでもたまに大会を開きチャンピオンを決めるとか。ならばアメリカのゲームマニアはどれほどのものなのか、オタク訪問を急遽観光。この辺りにですね、近所でも評判のゲーマーがいるということを聞きつけてやってきたわけなんですが、まあ、こんなに天気のいい日にね、まあ、部屋の中でゲームをしてる人なんて本当にいるんだろうかという気がするんですがね。こちらちょっと見てください。あれ格闘ゲームでしょうかね。かなり大きな画面ですけれども、かなり真剣にやってる雰囲気ですね。 Come in. Hello. Hi, come in. Hi, how are you? Fine, thank you. わ、ご覧ください、このコレクションの量。ただまあこれはかなりたくさん持ってますね。僕はアニメーションの大ファンなんだ。それでこういった小さな人形をたくさん集めているんだ。いくつぐらいこれ全部であります？数えたことないから何百あるかわからないよ。すごいですね。ソニープレイステーションにセガサターンで、こちらはスーファミですね、スーパーファミコンで、こちらにもなんかこう動かすようなコントローラーもいくつも置いてありますけれども、気づいたんですけども、このねコントローラーのコードがですね長いんですよね。これね、日本のこれは倍ぐらいはありますよね。これも長いですね。こんなに長いっていうのはやっぱりこれアメリカのね住宅事情っていうのがあるんでしょうね。さらに奥のベッドルームがこれまたびっくり。棚の上には日本のアニメのプラモがぎっしり。わざわざ探して買い揃えたそうな。もちろんパソコンの隣にもゲームとジョイスティックがしっかり置かれていた。パソコンのだいたい20-30%ぐらいは住所録とか財務管理に使っているんだけど、残りの 70% 以上はゲーム専用だね。すごいとびっくりしたのもつかの間、もっとすごいマニアがいると聞いてさらにびっくり。せっかくだからと親切なマイケルの案内で取材班は車を走らせた。どんなやつが待っているのか。マイケルのゲーム仲間のアルバートのお家にやってきました。 So let's go, マイコ。すごいですね、このゲームの数。Jaguar, Turbo Duo, Neo Geo, two PlayStations for the two televisions. このテレビの大きさ見てください。すごい数のソフトですね。 Genesis, Ultra 7, Ultra 7、こんなスーパーファミコン、北斗の拳、
北斗の拳。こんなもの一体どこで手に入れたんでしょうね。PlayStation. And if we go into my room, もう一つの部屋にちょっと古いゲーム機なんかがあるんだ。なんかまだあるんですかね。This is our CD collection. 好きな CD のコレクションだよ。いろいろありますね。ガッチャマンとかまでありますね。ガッチャマン、ウルトラマン、決戦、ミュージックファイル。こっちに古いのは置いてあるんだ。Systems. これはすごい。I have the Famicom. Super Graphics.PC Engine. いくつ持ってるんでしょうね、これ。この辺のは全部アメリカの古いゲーム機だよ。コモダー64とか、アタリ7000とか。これもすごい。出てくる出てくる。僕は全部で1500個のゲームコレクションを持ってるんだ。毎日増え続けてるけどね。周りの方、ご家族とかお友達とか、変な顔しませんか？24歳にもなってこんなことやってるのかって変な風に思われることはあるよ。でも最近はゲームをプレイするより集めるのが趣味になってるんだ。こんなにゲームをやってるアメリカ人って多いんですか？結構いるよ。日本では人気ゲームが発売されると映画の風切り日みたいに並んで買いに来るって聞いたけど、アメリカではそんなことないって思ってたんだ。でもプレイステーションが発売になった時、アメリカでも行列ができたんだ。ゲームの人気がどんどん高まってきてるってことだと思うよ。